新旧の所属球団に明暗なかた賞を取った中日は損、退団した巨人は得をしたのかとは一体どのようなことなのだろうか。サクオフの移籍で注目を集めた中田翔の新旧所属チームが明暗を分けた。昨年まで在籍した巨人は2020年以来となるリング制覇を果たし、新天地となった中日は3年連続の最下位危機に陥っている。自身の成績も芳しくなく、球界屈指のスラッガーにキャリアの分かれ目が来ているという声も多い。中日は今季春先こそ首位に立った時期もあったものの、その後はずるずると後退。9月18日には3年契約の最終年を迎えていた立浪和義監督が退任を表明した。立浪監督は多くの批判を一身に受け続けたが、選手では中田が同じような立場となった。開幕前、中日は投手陣が豊富に三浦建也氏の成長も感じられた。経験と実績が豊富な中田にはチームの柱となり優勝受け負い人の役割を求められたが、一軍で62試合の出場では話にならない。夏場以降はネット上を中心に先般扱いされ続けた。中田が4番として試合に出場していた4月にはチームが首位に立った時もあった。パフォーマンスがチーム状況に直結する影響力の大きな選手だけに、チーム飛躍のためには2年契約の2年目こそはと期待する声も多い。僕個人としては本当に申し訳ない気持ちは強い。力になれなかったと立浪監督退任に対して大きな責任を感じていた。気持ちを大事にしてプレーする選手だけに、来季へかける思いは並々ならぬはず。剣道従来どころか、36歳にして生まれ変わった姿が見られるかもしれない。中田翔にとって来季は、プロ野球人生を左右する年になるのは間違いなさそうだ。中田は巨人時代、バットを少し短く持ってコンパクトにスイングすることでキレを取り戻していた。それを中日に入って、日ハム時代のフルスイングに戻してしまった。当然身体は全盛期のようにはいかないから悲鳴を上げる。巨人では4番はあくまで岡本として、自身はサポートに徹することで結果を残したけど、中日では新4番と持ち上げられたことで本人もその気になったのかもしれない。来シーズンは細川、石川のサポートに回るくらいの気持ちがあれば復活できるかも。立浪監督にしてみれば低迷脱出の一丁目一番地の一手だったと思う。中田一人に責任を負わせるわけにはいかないが、中田が逆の結果なら先発陣崩壊も精神的負担という意味で回避できたのではないか。その反面、若手には大チャンスだったわけで、福永、村松の飛躍の一助となったのは皮肉な話。来季、中田にとって進退を問う一年となるだろう。すでにレギュラーではなくなったので、まずは身体メンテナンスをしっかり務め、競争に勝てるよう頑張ってほしい。中田翔の3億円という金額で、若手のモチベーターと教育係の役割だけで良いという考えならば、ドラゴンズは損をしていないことになるが、そんなわけないよね。必ず上でチームを背負う活躍を期待されている金額でしょう。ドラゴンズの3億円をジャイアンツやホークスの3億円と一緒にしちゃいけないと思うしね。そんなポンポンお金を出せる球団じゃないでしょう。失敗以外の何者でもないと思いますよ。ジャイアンツは枠を開けられてライバル球団にうまくなすりつけられて、おまけに大幅勝ち越してきたんだから得だったね。立浪監督に感謝しましょう。ジャイアンツ優勝の大功労者です。巨人は得をしたというより普通にまともな判断をしたというだけ。中日は中田の状態を把握できずに獲得してしまった。立浪の強い要請があったと思いますが、スコアラーがしっかりとしていれば獲得はなかったのではないか。取ったとしても3億はないだろう。中田に全く非はないが、ファンとしてはどうしても苛立ちをぶつけてしまいます。額面通りの活躍をしていないので仕方ないね。来年石川が今年以上の活躍を見せれば、もう中田の出番はなくなる。コンオフから肉体改造をしないと来年の活躍はないと思います。本人にやる気があるならばね。選手やチームの勝ち数にしか目がいかない方からすれば大損でしかないと思いますよ。もちろん用意した年俸の額が額だけに活躍してくれなければ困るという考えは当然でしょうが、言ってしまえば自由契約で退団した選手なんだから、巨人時代と同じように3億を出すとしたのは中日球団だけの問題です。オリックスを退団した巨人が中島選手に1億5000万推定の年俸用意して迎え入れた時も、自由契約なんだから前の球団での年俸は関係ないのにと言われたものです。そしてこういうベテラン選手の獲得効果は周囲の選手への影響でしょうに、中田選手の打撃や試合への準備等を学べるところを学ぶか否かは選手の自由ですが、せっかくのベテランが間近にいるのに何にも学ばない選手しかいないなら損でしょうね。しかもこういうのは目に見えるものではないですから、さらに中田選手の責任ではないと思いますが、 G のチームカラーにはないことは確かです。岡本選手と一塁かぶるし、外野手としてもそうでもなく、故障がちで2軍1軍を行ったり来たり、
坂本選手と一つ違いですが全く合わなそうですね。実際のところは分かりませんが、ジャイアンツに今年いたとしても阿部監督は使わなかったでしょう。だから中田選手にとっては移籍したのは良かったのでは。来季復活してほしいです。中日戦でほとんど彼を見ていませんから。正直中田を獲得すれば全てうまくいくとチームもファンも思い込んでいたのが全ての始まり。ビシエドと競争して勝った方を使うとかいろいろ方法があったと思う。所詮他球団を戦力外やスタメン外されて出てきた選手を獲得しただけで大型補強に成功というのはそもそも無理があった。厳しい意見になるのですが、もともと中田選手はやや過大評価というか、日ハムでトラブルを起こすまでの年俸もキャラ込みの年俸だったように感じました。あえて例えて言うなら、実績ははるかに中田選手が上ですが、パンチ佐藤選手系のように個人的には思いました。今年の巨人に中田がいればもっと楽に優勝できたと思う。怪我がなければの話であるが、シーズン当初レギュラーは坂本、岡本、門脇のみと監督は専念。しかし坂本と門脇は計算が狂った。中田がいればもっと流動的に対応できたと思う。たまたまヘルナンデスで救われた。あの丸もレギュラーを約束されなかった中で完全に見返している。巨人で活躍する中田を見る楽しみは倍増していたと思う。結果としては中田は巨人に残留すべきであった。残念。彼には誰しも勝てません。特にパワーヒッターは35歳前後が分岐点になりますね。中田翔も坂本もあと数年レギュラーを張りたければ長打を捨てることです。打率270から280、本塁打10、打点70からというスタイルに変えるべきです。中田選手の悪いところがあるとしたら、ベストコンディションで長く試合に出場できなかったことではないだろうか。獲得時にそのリスクを考えていなかったとしたら、中日フロント&首脳陣の調査不足だと思います。外国人選手を連れてくるよりは実績重視の考え方は理解するけど、結果悪ければ何だの勘だの言われるので仕方がないですね。中田翔で最初は名古屋が歓喜したからな。ショータイムは短いがあったと言えるが、流投ダビだった苦笑全て立浪と中田と責任であるわけにゃんは、どいなか名古屋に中田が来てくれたことに感謝すべき。中田に来年ワンモアチャンス。中田が野球に真摯に向き合っていると言いたいのだろうが、やはり若手が生き生きと活躍できる空気の方がもっと大事で、そういう意味では中田はマイナスだったと思う。かつての清原やアメリカから帰ってきた田中とか、ベンチの空気を悪くするベテランのいるチームはやっぱり勝てない。残念だけど休んでる間に石川さんがレギュラー取りそうな状態なので、もう中田さんのいる場所はドラゴンズにはなくなった。怪我しない身体作りをしなかった自分が悪いから仕方がない。一軍の試合に出たければ西武とかまたどこかの球団に行くしかないかな。野手の年俸の1のビシエド 3.5 億との、2の中田翔3億が2人合わせて5本塁打23打点だからな。ビシエドは功労者だから年俸については仕方ない面もあるけど、補強で取ってきた中田があれではね。来年は石川をファーストで独り立ちさせないといけないし、お高いバックアップ要員になってしまったな。そもそも日ハムが暴力事件を起こし謹慎中の中田を原に引き取ってもらいにしたわ。大太郎ノーテンダーで実質解雇、中田一派を追い出した格好。その原巨人は首位にいたのにかかわらず中田入団即一軍で、チームは不穏状態になり失速。巨人ファンもドン引き。中日入団後も怪我による欠場続きでは戦力にならない。36歳の中田を中心に考えていたことで終わってしまって立浪ドラゴンズ。来季も期待はできない。春先の好調は中田選手の恩恵もあったでしょうが、その後はお荷物でしたね。姿勢がどうのというのは関係あるのかな。宇津木コーチならわかるけど、巨人は代打でしか使わないと言ってたんだから別に得はしてない。年俸分はともかく、岡本が怪我でもしてたらというのもあるし、腰痛のせいもあってか、外のボールを手だけで追っかけるスイングは本当に残念だった。そして痛々しかった。打撃が分からなくなったとのコメントから苦悩も伝わってきた。配慮をしながらの起用だったが、結果は門外漢の批評通りとなってしまった。来季の起用は白紙ですね。中田を取ったのが損とか得とかではないドラフトで、それまでにチームの中心を打てる打者がいなかったから取らざる得なかった巨人は佐野の出てきたし、強いチームは確実に良い打者を取っているわけで、細川しか大きいのを打てない打線ではチーム得点が伸びるはずがない。今年みたいな打者が揃っている年に打者がいなく、ダントツチーム得点最下位のチームが1位打者でいかないのは狂っているとしか思えない。もともと巨人にはいらなかった。むしろ坂本のポジション問題を考えたら絶対もらってはいけない選手。彼は嫌いな選手ではないが、彼を引き取った判断は現監督の大きな間違いの一つ。打撃成績の数字が全てを物語っているよね。よく抱負を問われて数字だとかホームランの数とかより
いいところで打ちたいとか勝利に貢献できるようにとか言うけど、やっぱり結果として残る数字から逃げずに向き合ってほしいよね。なこと言ったら、契約時に契約する側も数字金額は出せないけど、あなたに期待してる。だからこの低い数字金額で納得してください。とはならんでしょう。額面通りの活躍をしていないというより、活躍できない選手にどえらい額面を提示してしまったという感じ。でもまあ、まだ2年契約程度でよかった。少なくとも来季オフにはリリースできる。中田本人はかなり気合い入れて中日に入団したんで本人も悔しかったろうね。立浪監督は選手の亡命とか怪我とか中田の不調は誤算だったと思うわ。中田的には巨人にいても代打くらいしかなさそうだったから移籍して正解だろうけども、怪我で試合に出れないんじゃどうしようもないわ。解説者たちはみんな中田中田言ってたけど、残念な結果に終わったよ。そりゃ巨人は下に決まってる。中田が来てからA、B、D クラスと低迷していた。高い年俸払ってまでシーズン通して活躍できる選手じゃないし、巨人から中日に移籍してすぐに、あの髪型に金髪、いつまでお山の大将でいたいのだろうと呆れました。中日もなんでこんな選手を取ったのだろうと不思議に思っていたが、開幕当初は中田効果、中田様とまで言われチームの調子も良かったが、それも一瞬で長く続くわけもなく、中田効果なんてあってなかったようなもん。巨人に移籍しては現監督を辞任させ、中日に移籍しては立浪監督を辞任させたんだから、疫病神と言われても仕方ないような気もする。人としては中田選手好きですけど、選手としてこの年俸では、不要となってしまいますね。日ハムの時なら、中日来ないかな?と期待したけど、今年は欲しいと思ってなかったです。ファン目線だと起こしたことより、戦力としてどうか?で見てしまうので、中田損という文字が出たので違う表現をすれば過去の業績から優良企業と判断して、少し高値かなと思っても買ってしまった株買ったはいいが、日が経つごとに想像もしなかった苦材料が出てくる調べてみたら買った時すでに事業は大きく毀損していた高値つかみした結果となったが、損切りできず塩漬け状態買わなきゃよかった公開先に立たず、来年も期待できないでしょうね。年齢的なところを見て体が万全だったとしても100試合出れると思わない。そうなると成績的に打率240、8本。30打点くらいが限界だろうね。ドラは結果的に損をしたのは間違いない。しかし G は特段。得をする要素なんかないんじゃないの?ダメなら、使わなければいいだけだし、マーシーって言うなら、無駄金を使わなくてよかったってとこぐらいかな。立浪監督に全権委任されてたのが、問題だったんだよな。中田選手を使えないと思ってた人はいると思うが、誰も立浪監督に進言できなかったんだと思う。ビシエドは塩漬け。中田は期待外れ。大島は使えるのに使えない岡林に固執。全部マネジメント側の問題。フロントと監督が普通なら A クラス行けたと思う。巨人が優勝に必要不可欠な選手なら出しませんよ。怪我が多いことと力の衰えが見えてたから契約しなかっただけで、それに飛びついた中日にリサーチ不足があった。中島もしたり、やっぱり9球団が契約しないのには理由があるということ。細川は宝くじに当たったみたいなもん。最初から中田に2年6億も出すなんてどうかしてると思ったけどね。立浪さんはレンドンみたいな人を置き土産にしていったな。中島のように1年契約にすべきだった。最初から中田に2年6億も出すなんてどうかしてると思ったけどね。立浪さんはレンドンみたいな人を置き土産にしていったな。中島のように1年契約にすべきだった。3億払ってるんで使うとは思うけど、ほっといてもけなしそうだな。ビジエドと中田のセットで調子の良い方使っとか、両方1年フルでは厳しいだろうし、巨人側も岡本や坂本が不振の時に代役4番ファーストができる中田がいればもう少し楽だったんじゃないかなとも思うけど、ジャイアンツファンからすれば同リーグのドラゴンズということで、シーズン中はそれなりにやられるかな、打たれてもしゃあないかなと思いましたが、特に影響はありませんでした。中田はダメな年の翌年は結構活躍してるから、来年どうなるかな。ダメならそのまま戦力外だろうし、正念場だよね。巨人からすると取るの?ってところ、去年は故障明けから全然打てなかったから、秋広の出番が多かった。中日さんには悪いことした。山川の4年12億が安く思える。出来高付きだが、中田は2021年シーズン中に起こした暴力事件の影響で、日本ハムから巨人へ無償トレードされたいかつい風貌や歯に衣着せぬ言動で誤解されやすいが、純粋でまっすぐな良いやつ。シーズン中の大事な時期に暴力事件を起こす人が純粋でまっすぐって見た目通り怖い人だったなんて、こんな終わった選手取っただろう?立浪さん。